パワーレンジャーのプロップやスーツなどがオークションに出品されて話題になっていましたが、これについて日本人でパワーレンと戦隊両方のファンであるタカはどういう意見がありますか？ぜひ聞かせてください。だってこれについては俺も驚いたね。海外のパワーレンファンの中でも結構話題になってたね。これパワーレンジャーのアクターさんたちも反応してたぐらいだからね。アクターの方々ですら驚いてるってことは事前に情報が一切なかったのかな。海外のファンの反応を見る限りはそれっぽいよ。でこれについて日本のパワーレンファンとしてはどう思う？ファンとして言うならひどい話だと思うよ。率直に言うなら敬意を感じられない。今まで培ってきたパワーレンジャーという長い歴史を甘く見てると思うし、もともとは戦隊シリーズの派生として生まれたわけだから、元のシリーズである戦隊シリーズへの侮辱とも考えられるしね。せめてアクターさんに渡すとかならいいんだけどな。ただ、わからないでもないっていう部分もある。このやり方を肯定するってこと？肯定したいわけじゃないけど、企業としては妥当な判断だと思うっていう点もあるってこと。どういう意味？東映さんでも同じ問題を抱えてるけど、スーツの保管って結構大変なんだよ。倉庫が無限にあるわけじゃないから保管できる量にも限界があるし、定期的にメンテナンスを行わないと素材的にすぐに劣化しちゃうっていうのもあるし、有名な話だとギルスのスーツが劣化が激しすぎてディケイドの時に使えなかったんだっけらしいね。保管するのにも結構莫大なコストがかかる。だから劣化する前にお金に変えてしまおうっていうのは経営者としてはまあわからないでもない判断かなと思うんだよ。なるほどな。ただだとしても印象は良くないよね。だからアクターさんに渡すとか、まあせめて東映さんの方になんかいい方法はないか聞いてみるとか、なんか他になかったのかなとは思うよ。東映さんに渡したりするっていうのは確かにいい手かも。我々が知らないだけで、もしかしたら裏では東映さんの方に一回オファーはかけてるけど断られたっていう経緯はあるかもは知れないけどね。まあどちらにせよ、長く続いた歴史の最後がこんな形だなんて見たくなかったっていうのが正直な気持ちであるし、一番気持ちとしては強い部分かな。これが長い歴史の最後だと思うと悲しいもんね。立つ鳥、後を濁さずってな。コストを考えると他も簡単じゃない。でも売りに出してしまえばファンからは反感を買う。どうやるのがいい落としどころなんだろう。双方が納得いく形は難しいだろうね。戦隊の最後がこうならないといいな。そうならないように微力ながら応援続けるってことが大事なんだよ。あ、これを理由にブンブンジャーのチャンピオンジャケットを買うっていうのをメグに交渉できるんじゃない？確かに、試してみよう。行くぞ。